おはよう、綾瀬さん。おはよう、浅村くん。はい、今日の朝ごはん。お、今日はシリアルなんだ。しかも俺の好きなやつだ。安売りしてたし、たまにはいいかなって。ありがとう。それじゃあ、早速あれを用意しなきゃ。牛乳だよね。それなら冷蔵庫の手前側に。あったあった。ヨーグルト。やっぱりこれがないとね。え？陰キャ男子の兄と。ドライな妹。義妹生活。シリアルにヨーグルトをかけるんだ。うん、そうだけど変かな。うん、自分が牛乳しかかけたことがないからちょっとびっくりしただけ。ああ、確かに牛乳派の人が多いよね。パッケージの裏にも書いてあるし、テレビでヨーグルトをかけるのを知ってちょっとハマってるんだよ。まあ元は牛乳だし、栄養価的には変わりないし、むしろ高いのかな。牛乳との違いって主に食感？そうだね。牛乳をかけると柔らかくひたひたになるけど、ヨーグルトだとシリアル本来の食感が楽しめるんだよ。そっか、いろいろな思考価値観があって面白いね。せっかくだし私もヨーグルトで試してみようかな。ちなみにヨーグルトの上にこれをかけるのもおすすめかな。これって蜂蜜？まろやかな甘みが最高なんだ。うん、おいしい。本当だ、これはおいしいね。浅村くんから教わったレシピか、覚えておこう。シリアルにかけるものか。確かにイメージは牛乳一択だよね。それにしてもどうしたの急に。他に何かけるか気になるなんて。いや、特に意味はないんだけど、ただ気になっただけ。ほーん。ふふーん。何その笑みは。本当に、ただ気になっただけ。わかったわかった。そういうことにしといてあげる。ちなみにうちのチビたちは、ジュースかけて食べたりするよ。え、ジュース？甘さで喧嘩しちゃわない？それがいいんだって。私としては、糖分の暴力すぎて胸焼けしちゃうし、カロリーがお化けすぎて食べる気はしないんだけど。だからヘルシー路線で豆乳試したことあるよ。美味しかった。うん、それはありかも。豆乳苦手でもシリアルの甘さが加われば食べられそう。工夫次第でいろいろな食べ方できそうだからね。せっかく買ったんなら一緒にいろいろ試してもいいんじゃない？そうだね。別に浅村くんは関係ないから。うやうや、私お母さんと一緒に試してみたらって意味で言ったんだけど。へえ、そう、そういうやり口ね。じゃあこの卵焼きは分けてあげなくていいと。ああ、待って待って、謝るから。さっきお手製の絶品卵焼き食べさせてよ。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。おはよう。って、今日も朝ごはんシリアル？綾瀬さん、ハマっちゃってるね。いや、何箱かまとめ買いで安くなるから買っただけだよ。買い置きして腐るものでもないし、味変が楽しくてハマっちゃったとは口が裂けても言えないな。